千葉県野田市。国道沿いでは見慣れたチェーン店が並ぶ都会の姿を見せます。同じ野田といっても、この江川地区は田んぼと里山に囲まれ、緑あふれるところです。コウノトリはこんなところで育ってるんですね。蝉の声がうるさいほど、もう遠慮なしです。水辺にトンボ。田んぼを潤す水ですが、虫たちにも生きていくための大事な水です。頭を垂れた稲穂たちも、なんだか自由気まま。整然と整列した田んぼを見慣れていると、なんだか新鮮です。いろんな生き物と一緒に生きていく。そうすると吹き抜ける風までがとっても爽やかになる気がします。鳥というよりも私自身がもうコウノトリに見せられた状態で飼育を始めたので、まあ、野外で鳥をそのこの鳥見ていたのはずっと見てたんですけど、餌がちゃんと食べられるかどうかがまずは、はいはい、結構行動範囲は広いですよね。そうですね、もう今福島県と栃木県に行ってる、はい、個体もすごいですねで、あの餌はどんなものを食べるんですか？野外ですと、もう、魚類、両生類、爬虫類、昆虫類、甲殻類、まあ、田んぼに暮らしてる生き物だったらいろいろ食べているんじゃないかっていう、多岐にわたって食べています。結構その田んぼは重要なんですね。まあ、日本の中でその水辺の環境って言った時に広く田んぼの面積があるっていうのもありますし、今あの野田以外にもあちらこちらそのコウノトリを繁殖させてるところってのありますよね。はい、あちらこちらでそういうコウノトリを自然に戻そうというようなことをやられてる場所もあるということですね。はい、そうですか。今年の3羽のヒナ、ね、丈夫に育ってくれて野菜に戻ってくれるといいですね。そうですね。はい、かつてこの江川地区というところには、宅地化しようという計画がありまして、10年ほど前まではその宅地化計画が進んでいました。そして、バブルが弾けまして、
その宅地化をするという計画が頓挫をしました。その時点で、この場所には相当貴重なものがたくさんいるという要望があったりですね、実際に、お宅がいたりとかという時代がありました。そして、野田市の方ではそれを機にこの土地を守っていこうと、保全しようということで、野田市の基本計画を作っています。その基本計画にも続いて、これ江川地区を保全をしながら農作業というものをしてまいりました。その結果ですね、数年で、できる限り農薬を使わないで、農作業をした結果ですね、多くの動植物が再生してきました。ということで、今ならまだ自然が取り戻せるということからこの取り組みが始まっております。そして、この取り組みをもっともっと多くの地域に広めたいという希望がありまして、では関東地域全体にこういう取り組みを広めたいということで、なんかシンボル的なものが欲しいなということを考えました。シンボル、普通のものでは皆さん乗ってこないということがありまして、当時ですね、関東地区では誰も考えていなかったコウノトリの野生復帰ということを目指していく ということで、野生復帰のシンボル、あるいは自然再生のシンボルとしてのコウノトリ飼育が始まったという経緯になっています。そして、多摩動物公園から、ちょうど2羽のコウノトリを譲り受けて、当社として野田市から飼育の業務委託を受けて、うちの株式会社野田市共生ファームがコウノトリを飼育しているという状況でございます。おかげさまで今年生まれた3羽の幼鳥を無事放鳥することができました。現在ではその3羽のヒナも元気に飛び回っているという情報が入ってきております。で、我々がこういうふうに自然環境保護を優先した農業を行っているということについてですね、我々は実感しているのは、農薬をできる限り使わなければ自然はすぐに再生できると。今まで、取り壊された自然も再生することができるという自信を持ってやっております。実際にこの江川地区では自然再生をしてまいりました。今なら間に合いますということで、関東各地にこういう環境を作っていこうということが、その今回のコウノトリの野生復帰というふうにつながっています。